こんにちは。こんにちは。始まりました。ときめき韓国語です。はい。はい。じゃあ、今回の表現はですね、こちらになります。はい。じゃあ、영화볼때팝콘이빠지면섭섭하지。영화볼때팝콘이빠지면섭섭하지。という表現ですね。これはですね、日本語では、映画見るとき、팝콘이ないと寂しいよね。という、はい、表現です。だよね。ポップコーンがないと寂しいよね、ちょっと。僕はね、映画館に行くと絶対買う、ポップコーン。テタどうなの？買う。買うの？キャラメルで。僕は。普通のポップコーンよりさ、キャラメルが美味しくない？あ、そうだね。ね。甘いやつ。お、甘いやつ。甘いやつ。大好きだね。でもさ、僕は、コンも好きし、好きだし、映画を見るために行くから、はいはい、映画が始める前に全部食べちゃうの。ああ。映画見ながら、パッコンは食べれない、僕は。音うるさい。音もうるさいし、集中、ずっと集中 しちゃうと、パッコン食べる中、時間がなくなっちゃうね。あ、なるほど。なので、パッコンが食べたいから、ただ。本当にパッコンだけ食べに映画館に行ったこともある。あ、そうなの。そうそう。だからパコンが好きだから、映画スタートする前にパコン全部食べちゃって、映画始めると全部映画だけ集中になるね。なるほど。うん。そう。そうだね。みんなはどうかな。まあ、普通映画見ながら食べるんかな。わかんないけど、うん。わかんない。そうじゃない。そうだよね。うん。うん、じゃあ、じゃあ表現見るとね、うん。영화映画볼때미루토끼영화볼때映画미루토끼팝콘日本語では팝콘だね팝콘韓国語では팝콘팝콘가나이또빠지면섭섭하지寂しいという表現ですね섭섭하지この表現でですね、섭섭하지、この寂しいという表現ちょっと見てみようと思って、最近はね、よくこの섭섭하지を、섭하지というね、섭섭하지だけど、섭が、섭一つがなくなって、섭하지っていう。섭하지。섭섭하지を섭하지。という、人方が多いよね。それは日本語の感覚で言うと、あったかい。あ、はいはい。あったかいんだけど、あったかいっていう、あったかいっていう人一人もいないでしょ。あ、なるほど。そういう感覚で見ると、섭섭하지じゃなくて、섭하지。一つだけ、섭は。ほう。標準語は섭섭하지だよ。はいはい。そうそうそう。섭하지。섭하지。なので、ちょっと自然な感じで言うと、友達にちょっと言うと、영화볼때팝콘이빠지면섭하지っていう、なります。섭섭하지じゃなくて。はい。だよね。あ、ケイタ、一回行ってみようか。はい。はい。영화볼때。영화볼때。팝콘이。팝콘이。빠지면。빠지면。섭섭하지。섭섭하지。自然な感じは섭하지。섭하지。そう。영화볼때。팝콘이빠지면。そっぱじ。そうそうそう。そう。そうだね。じゃあ、今日はここまでですね。はい。はい。はい。皆さん、じゃあまたね。じゃあね。さよなら。あんにょん。あんにょん。バイバイ。え、メイエル도시락을싸서여유。じゃあ、日本語の方は、ケイタンお願いします。お金の節約のために、毎日お弁当を作って、はい、はい、돈、お金、절약、節約